ナミサトセイは日本のプロバスケットボール選手。沖縄県出身。ポジションはポイントガード。B リーグ琉球ゴールデンキングスに所属している。井上武彦が創設したスラムダンク奨学金の第一期小学生としてアメリカに留学2009年に帰国し、リンク栃木ブレックスと契約、プロ選手となる。 JBL2009 から10シーズンは、栃木で、BJ リーグ2011から12と BJ リーグ2013から14の2シーズンは、琉球ゴールデンキングスで優勝メンバーとなった。沖縄県出身。バスケットボール選手の波佐というは実刑である。小座中学校から福岡第一高校に進学。1年次から、ポイントガードとして、スタメンに選出。 ウィンターカップでは、強豪の福王王堀高校を下して出場し、優勝。一年ながら、ベスト5に選出され、その類いまれな運動能力と、度胸をあふれるゲームコントロール力が話題となり、一気に、全国区の注目選手となる。二年ではその福王王堀に敗れて、ウィンターカップ出場は逃すもののいうマイナス18、日本代表に選ばれる。 三年では、インターハイ、ウィンターカップいずれにも出場。ウィンターカップでは、洛南高校に敗れ準優勝となるものの二度目のベスト5。インターハイでもベスト4まで進んだ。本人は、福岡第一校に進学した理由を、夢は NBA そのために一年生の時から試合に出て、経験を詰めて、セネガル人留学生と、 コミュニケーションが取れる福岡第一に入学したと語っており、月間バスケットボールでは、プレースタイル等から波里をファンタジスタと評した。高校卒業後は、井上武彦が創設した、スラムダンク奨学金の第一期小学生に選ばれ、アメリカのプレップスクールであるサウスケントスクールに留学する。スクールのチームメートには、アイザイア・トーマスがいた。 大学進学を目指した並里は、選手としては一定の評価を受けたが、学業面、特に英語能力が進学に必要なレベルに達しなかったため、進学を断念し、帰国。2009年7月、リンク栃木ブレックスと選手契約を結び、プロ選手となった。JBL での高卒ルーキーは、河村拓也に次いで二人目であり、平成生まれの選手も、 JBL では初めてであった。JBL2009 から10シーズンに栃木は JBL 初優勝を果たすが、並里は出場試合数18、出場時間は1試合平均4.9分と限られた出場機会しか得られなかった。翌、JBL2010 から11シーズンも満足な出場機会を得られなかったため、波里は栃木との契約を更新せず、 NBA に挑戦する。しかし当時、NBA はロックアウトが行われており、選手契約につなげるためのプレシーズンゲームさえ行われない状態だった。ザとは BJ リーグでのプレーを希望したものの、BJ リーグのチームと契約するためには、リーグ主催のトライアウトに参加する必要があり、BJ リーグ2011から12シーズンのトライアウトはすでに終了していた。 BJ リーグのコミッショナー川内敏光は特例として並里のリーグ加入を認め、2011から12シーズンは入札によって所属を決定し、翌2012から13シーズンはドラフト会議で交渉権を決定することになった。結果、並里は保有権を落札した琉球ゴールデンキングスと契約する。 2011から12シーズン開幕直前の9月に開催されたアジアバスケットボールリーグマルコポーロカップチャンピオンシップでベスト5に選ばれたナミザ里はレギュラーシーズン52試合に全てに出場し1試合平均で11.0得点を上げた。ファイナルでは浜松東三河フェニックスを相手に15得点5アシストを上げ勝利に貢献。 JBL と BJ リーグの両方のリーグで優勝を経験することとなった。また2012年1月に行われた BJ リーグオールスターゲームにはファン投票ガード部門2位で選出された。シーズン終了後に行われたドラフト会議では琉球が一巡目で指名した。2012年9月17日 NBA 挑戦と並行して、 選手活動を続ける条件で沖縄と契約する。2012から13シーズン、2012年11月17日の大分ヒートデビルズでは、試合終了直前まで同点であった中、波里が残り1秒でスリーポイントを決め勝利。波里は12月19日の浜松、東三河フェニックス戦でも、試合終了間際に決勝点となる。 スリーポイントを成功させた。このシーズン、並里は50試合に出場し、キャリア最高となる1試合平均11.5得点、6点にアシストを記録し、ベスト5に選出された。また、このシーズンもファン投票によって、オールスターゲームに選出された。チームは、レギュラーシーズンを、開幕15連勝を含む42勝10敗で終え、 リーグ歴代最高勝率を達成したものの、プレイオフで、シーズン5位の京都ハンナリーズに敗れ、ファイナルズ進出さえ果たせなかった。シーズン終了後、ナミザトは、契約を更新せず、再び NBA に挑戦するため、アメリカへ渡った。アメリカでは、NBA 選手やアマチュア選手が参加する、ドリューリーグに参加し、NBA デベロップメントリーグドラフト候補に、 名前が上がったものの、指名されなかった。2014年2月、琉球ゴールデンキングスと、再び契約。BJ リーグ2013から14シーズンの大半を、消化した状況での加入だったが、並里は16試合に出場し、試合平均5.0得点、2.9のアシストを記録した。チームはこの年2年ぶりに、リーグ優勝を果たした。 BJ リーグ2014から15シーズン、並里は52試合に出場し、7.8得点、3.0アシストを上げる。シーズン終了後、並里は、琉球との契約を更新せず、かつて、琉球を率いた、桶ケ大が、ヘッドコーチを務める大阪へ別際移籍した。BJ リーグ2015から16シーズン、並里は、 レギュラーシーズン前後1 2試合に出場し、平均8.0得点、4.3アシストを記録する。チームは、レギュラーシーズンを6位で終えプレイオフに進出。ファーストラウンドでは3位の島根スサノーマジックを下すも、地区準決勝で、フルス琉球に敗れ、ファイナルズ進出を逃した。シーズン終了後、波里は、大阪との契約を更新せず、 NBA 挑戦のため渡米する。アメリカでは、B リーグの事業の一環として、畠山俊樹、木、鉱山志門と共に NBA デベロップメントリーグのトライアウトを受験した。その後も、アメリカでトレーニングを続け、D リーグ入りのドラフト指名候補になったものの、指名するチームはなかった。波里は日本に戻り、11月11日に死が、レイクスターズと、 選手契約を結んだ。滋賀でヘッドコーチを務める東山向き人は、並里が琉球に所属していた2012から13シーズンに琉球のヘッドコーチを務めていた。ありがとうございます。